皆さんこんにちは今回は江戸時代の社会経済のところですね最初の部分の確認テストを見ていこうと思いますはいそれでは四角の一番過去の一を見ていこうと思います参りましょう一番です江戸時代の微分制度ですね市民と呼ばれるのが市の何とか省まあこれはいいかな市の交渉市の交渉武士と 農民と、まあ、工は職人さん大工さんとかかなあとは小しかしそれよりも低い身分というのがあったいういわゆる非差別民としてこれが得た避妊、まあ、どっちがどっちでもいいんですけどこういいったたた民階級と呼ばれる人たちがいましたもちろんこの中で人口が多かったのは市農工、所得た片りの中で人口が圧倒的に多かったのは農民、まあ、全人口の大体8割近くが農民だったということになります。 はい、括弧の二番、いきましょう。穴目です。参りましょう。近世の農村において、現在の村長にあたる地位にあった人は、あ、と呼ばれた。まあ、これいくつか呼び名がありますね。まあ、基本的には名主です。まあ、ちなみに関西では、この名主にあたる人のことを、これが庄屋とかね。まあ、東北では肝入り、なんていうふうに、言ったりしたこともあるんですが。 まあここでは一般論として一個いろいろと言ったら名主がいいと思います。名主って読まないでね名主庄屋肝入りで寄り合いに参加、まあ、会議ですね村民会議に参加し尊敬を尊敬の運営ね尊営をする、まあ、こんな立場としては自分の土地を持ついと呼ばれる農民たちでということで土地を持たない人たちは参加できなかった土地を持つこれ、まあ、現代語的に言うと自作ですねこれを本白書のに対して その後、自分の土地を持たない出てきますが、これは小作人にあたります。これが水のみ白書、百姓本百姓と水の百姓、この水飲みは、まあ、自分の土地を持たない人たちですけど、基本的に寄り合いに参加もできず、県知町なんかにも名前が登録されたりすることもなかったまあ、そんなことを押さえておいてください。 はい続い続て近くの3番に参りまりす3番ね江戸時代には室町時代よりさらに農業が発展し信仰用の「あ」深く掘りたがやす用ということで写真が頭にイメージを思い浮かびますかね備中具は備中具はそして脱穀用で「御毛倒し」とも呼ばれた「い」と書いてあります。まあ、ポイントは脱穀というね 道道具としてだここの道具ととししててのもう一つ「合計倒し」「合計さんの仕事を奪ってしまった」なんて言われるぐらい効率化がこれにより進んだということで「千箱きね「千箱きこういうやつだったらこういうやつだったね千、ねえー、箱きね、えー、それからまた読めるかな「星か」「星た言わしと書いて「星か」など購入肥料であるなんとかも使われるようになった、まあ、肥料をお金で買うこれが金比ということでした。干し 他にね、油を絞った後のカスの油カスとかもあるんですが、干しか、これは干したイワシね、干したイワシね。こんなところまでもう一回確認をしっかりしておいてください。<music> はい、それでは四角の2番、一問一答を見ていきましょう。かっこからです。まいります。農民の税負担についてまとまっています。えい本年貢にあたる農民の税負担。 いいわゆるる米ででめる年貢の中心これれを漢字四文字文入れてください本と物なり本と物なりそしてこの本と物なりに対して本年貢に対してそれ以外の増税に当たるようなものはるか昔年貢く,くじとあったようなね、まあ、そのくじに当たるようなさまざまな米以外で納める税金のことをまとめて小物なり本と物なり小物なりね江戸時代のこの税金本と物なり小物なりからし国ごとに割り当てられる土木工事 まあこんなのを土木作業なんですけど昔からこの土木作業「武役なんて言いましたこの時代も武役は武役なんだけど国ごとに割り当てられる武役相模の国の人はここで何日間みんな働きなさい的なそんなのを国役って言いました国ごとに当てられる武役だから国役最後 D 街道周辺の村々の人が人馬の提供義務を負うこれが助郷役とか天満役 まあ、これは同じようなものというふうに捉えてくれて構いません。ここの答えとしては、両方もあるかなというところになります。まあ、中身はね、この本とものなりとか、助語訳って何ですか。こういうものですよって、ね、本年ぐですよ。それ以外の増税ですよ。あるいは国ごとの部役ですよ。 海道周辺の村々の人物の提供義務ですよってその単語の中身を是非ね押さえるようにしていかないとこの一問一答的なものままのアメ的ももちろん生誤問題も対応できないようになったりするからちょっと注意ね中身と一緒にしっかり押さえるということを忘れないでください。 はい、それでは括弧の2番参りましょう。農村の組織まあ、農民の中の組織というところです。まず、農民が連帯責任を負う制度ですね。まあ、例えば逃げちゃった奴がいたら、その逃げた奴の代わりにお前が税金払え的な。これを何と言いますか？5人組5人組。まあこれ5人でグループ組まされて、誰かが逃げたら連帯責任で他の人に迷惑がかからないように逃げにくくなるじゃないですか。って話なんですが、この5人組で数えられる。5人は？ 全人,間人,人口の5人じゃなくて5人ずつってわけじゃなくて思い出して本百姓だけですからね本百姓5人でまあグループを作るような形当然本百姓の下にはそこに雇われている人とかね土地を借りている人とかもいたりするが本百姓で5人分のグループですから B 農民の共同労働形態みんなで一緒に、まあ、田植えを手伝ったり屋根付き手伝ったりこれはあの地方によって呼び方がいろいろあったりするんですが例えば結いとか。 例えばもやいとか、まあ、この江戸時代ぐらいからあった農民の共同労働こういった形態を由いとかもやいとか C 罪を犯した村の、ね、ルールなんかを犯した時仲間たちから受ける制裁交際断絶の罰を何と言いますかこれが村八部というところでしたこれも本編のところでお話をしましたね村八部思い出しておいてください。 はい、それでは、括弧の三番続きです。江戸時代の商品作物について、以下の問いに答えなさい。至木三層なんて言いましたね。もう覚えちゃうと早いな。漆茶皇族は、漆茶皇族は、漆茶皇族は、ということで、ちゃっと構造があるから。漆と桑かな。それぞれ何の原料だっけ?。まあ、茶わい,いとして、構造は紙の原料でした。漆は、これが。 漆ですね、まさに漆に器で漆器の上,上塗りする薬塗り薬ですねまあその表面つるつる赤とか黒くね美しくつやが出たりしますね。桑は桑の葉っぱを誰に食べさせんの誰に食べさせんの人間じゃないですよこれいわゆる蚕養蚕の時に使う蚕の餌として桑の葉っぱを育てたりすることがすごく盛んになったんですね。次、酸素まず3つ、アサベニバナアイ なんて、挙げられるようにした上で、どちらも占領として使われた。朝以外の二つ、なんて書いてあります。朝以外ですから、これ紅花と藍。ちなみに名産地はどこ、なんて言われたら。紅花は。これは。ではの紅花。他にもありますけどね。東北地方ではの国、結構有名です。藍。淡の藍。淡の藍。淡って、これ。徳島県の淡ね、四国ね。まあ、そんなところが、それぞれ産地だった。四国ウルヒチャ皇族は。 山荘、朝紅葉の藍、これらが商品作物、商品として売るために最初からその目的で作る作物のことをこういうそんな具体例としてこのあたり種木山荘を押さえてみてくださいはい続いて括弧の四番です、一問一答ね現在の新潟県にあります、でまあありましたというかな、当時の 近世江戸時代ですね代表的な金山を一つ挙げてくださいと言ったらそう佐渡相川金山、まあ、佐渡金山とか相川金山と言ってくれてもいいけど勉強用としてはもう佐渡相川金山佐渡相川金山ねこうしてしまった方があれ相川金山はどこだっけとかならないから、まあ、最初から佐渡相川金山で覚えてしまってください幕府の重要な財源この幕府からね幕府がここから得る金が非常にね重要な幕府の財源になったというところでした。 それでは四角の3番ですね見ていくことにしましょうまいりますね、まあ、これはちょっと生誤問題というか写真からこれ組み合わせ問題でどれがどれですかっていうのを合わせていきます江戸時代の農具ですねどれとどれがありますかまず X y これなんてやつだっけそもそも X y そもそもそもが備中具は一応書いておく「X、が備中具は,備中具は で,すね、で「Y」の方がこれが千箱木、ねね。でこれまずこれ牛に引かせて土を掘り起こすこれで読めるかな一文字で「からすき」って発音します。これ鎌倉時代とかに出てくるいわゆる牛箱の時でね牛に引かせて土を掘り起こす「からすき」なのか「信仰」 深く掘りたが康うなのかもちろんこれですよねこれ B がまあ X と結びつくということになりますねそして今度 Y はこれは何でしたっけ「千箱木」という脱穀ですよね能率的な脱穀用具か穀物まあ黒粒ね穀粒の選別用具なのかもちろんこれは選別ではなくてまずはその稲穂の部分から米玄米というのを取り出すね脱穀ですから C。結論は X が B Y が C ということとといいううここでろにな例まば、まあ、ちなみにですけれどもここ、まあ、A と C が答えだとしてこれ選別具という D のなのたけ選別具には遠江とか戦国同士とかね、まあ、こんなのがあった脱穀と選別の違いやっぱり図でねこういう農具の絵を見ながらああこういう感じかなってイメージ沸かせておくのが大事と思います。 はいといととうことで江戸時代の社会経済のところですね頭を見てきましたが、まあ、ここ農具なんかを特にそうですけど写真を押さえるようにしてもらいながら税金ちょっと面倒くさいですけれどもねほんと物なりとかあとはスケゴー役もヒント結構高いから学校の試験入試なんかでよく出るところなのでしっかりとどういうものなのか中身と一緒に押さえるようにしましょう。